なんと16個。ビリヤードのボールは本来15個、それより多いパーフェクトショットプラス1、プロでもやらないミラクルショットに挑戦。スネークショット、手元にある白玉を引きボールを引きに当て15番ボールをコーナーに落とす大コンビネーション。これは難しいぞ。お見事、15個のコンビネーション決めてきました。続いて聖書からヒントを得たモーゼスショット。グラスにボールを当てることなく、1番ボールが他のボールをかき分けてサイドポケットに。ジャンプ台となる6番ボールをポケットに入れるというジャンプポケット。どうだどうだどうだ。難しいウルトラショット。その上白玉以外は全てポケットイン。まさにミラクルショット。まずは最初についた白玉がポケットに入る前に全てのボールを落とすスーパーマンマシンガン。続いては幻の技といわれるブーメランマッセ。ボールがブーメランのように戻ってきて中盤ボールを落とすというのだ。この技を成功させるには球の角度、力加減、さらに白玉を寸分も狂わずつかなければな。球体を積み重ねるというだけでも神経をすり減らす超高度な技術。その上この技は上のボールを落とさないようにジャンプボールで下の球だけ落とすというのだ。臨場の誰が落とし、そんなことができるのか。次なるスーパーショット、コイン飛ばし。コインをクッションに置き白玉を当てることでコインをグラスに入れるというウルトラシュート。果たしてコインは飛ぶのか。いきます。いよいよ最初の大技。今度はなんと2メートル離れたグラスにコインを入れるというのだ。ゴルフのホールインワンに匹敵するスーパーショット。プロでもできないこの大技に今夜